おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発は発射できる。36発か。相手は上野義春と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを？あなたと冴島は今日、出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせえっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。
こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ、10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、ここやな。負けぶれ。どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。
俺は客よ、客よって。来てや、おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。ジャーマー！違う、言うとるやろが。ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。あれ、店長。え、いやー、参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。お、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思ってな。
え、本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さん残りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくり、このお客はんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気ぃつけてな。早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、な、何やと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、マコト。うわ、店長、どうしたんです店長。ま、マコト、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、あー、待って。何するの。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやねん。あの女、俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや、ボケ。前、あんたも死んどき。慕ってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。
余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おっやったれ。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうして。こんなことに。